よろしくお願いしまーす。ハリグミス、アラメディア。おい、俺、今まで、ハリグミス、アラメディア許してたよ。ターンはやっていいって言ってないよ。え、なんなの今日は。シャレコメ、カナメストン。そしてご機嫌なんですよ。こんなしばらく無視されたやりとり見せられるんですね、これ。今から主役です。はい、なんと今日は、はい、抜き打ちファッションチェック。すみません、俺がお腹いっぱい。ムチムチファッションチェック。俺だけのやつになるんだ。羊ネイリヘハムかタンかどっちかにしてくれ。でも、分かんないよ。今後、今日がバカ寝したら、ムチムチファッションチェック。俺みたいなやつばっかり出てきますやんか。タレコメ、カラメストーン。いや、あのね、一個だけ言わせてもらうと、あの、偉そうに、ファッションチェックしますね。ファッションチェック。これいいですね、悪いですねってするつもりはないんです。はい、これは思ってました。僕はなんでこの二人が、服好きなお兄ちゃん二人が、はい、何人のこのファッションとやかく言うとんねんって。僕らがまず、とやかく言ってないし。え、いや、その、僕らが服好きかって、まあ、そもそも。はいはいはい、はい。僕、そんなんなんですよ。っていう逃げね、はい、聞いてください。違います、もう逃げ道。なんかそんな荒ぶってないでしょ。肩代表気づかせないでしょ。僕だから、そうめちゃくちゃ服好きとかなんで、うん、それなのに楽屋で一緒になるとダサいダサい言われて。違う違う、俺ら直でダサいなんて言わないはずだよ。それ居酒屋で、じゃあ大学生が冗談言ってて、そいつらにそれつまんないよみたいな言ってるでしょ。一緒です。でも思ったりしない。何が。あ、大学生の冗談とか見て、うん、あれはまたちょっと違うなと思ったり、うん、突撃はしないっすよ。違う、俺らだってしないよ別に。やってんの、別テーブルにガッて行ってんの一緒ですよ、それは。なんか細田君の意見パクって、なんか細田君の意見パクったってないんですか。パクって、居酒屋の意見パクって、あたかも自分の意見かのように。コンビはそういうのやっていいんじゃないの。あと違う、で、こっちは居酒屋の例があったから。そうでしょ、だから居酒屋の例があったから。俺がやってんの、あなたがやってんのあれですよ、だから。言ってる。プロサッカーチームのところになんか、いや、うちのなんかあの野球のち、なんちょほんまにこ、うん、なんか違うこれほんもう違う、もう違う、ほんまになんかないな、ないな、すごいな、今このオレンジぐらい顔赤いこのオレンジぐらい顔赤いじゃん、それ今恥ずかしいわ、1個も出んかったな、ワイライチェック、ちょい出てたよ、何ですかって言ってました、いや、そう出てたよね、あ、いいのか、うん、1個も出てない、やめてください、こんなもんじゃないです、まだ2回目まで YouTube に慣れてなくて軽く緊張してる、緊張しました、いや、だから、そんな、とにかく偉そうに言うつもりないんです、あ、この服にまつわるエピソードとか、あーなるほど、バックボーンとかそういうのを聞き出すんで、これは素敵、ちょっとね、ちょっと名前がね、ファッションチェックって言っちゃってるからちょっと誤解されがちですけど、そうなんですよ、だからちょっと見ていきます。シャレかな、細田君からまずは、これはどこで買ったの。白と黒、僕基本的になんかいただいたものです。え、ファンの方にとか、屋敷と一緒だ、屋敷と一緒だ、なんかさ、シュッとしてる人ってさ、ファンの方からもらうじゃん、なんか着てもらいたいのかな、自分着てもらいたいって気持ちがやっぱあるのかな、自分から。その上ひげはさ、上ひげ上下で言うんですよ、あのね、全員気にはなってんだよ、あの、マセキの谷村新司、俺いつチャンピオンで、まあアリス、一人アリスやな、一人アリス、そうそう、それは何、はい、ファッション、だってさ、そのファッション性ちょっと見せて、そう、ヒゲってファッション、ヒゲはファッションですね、うん、でしょ、うん、これもファッションチェック、うん、どういうファッション性なのそれは。ファッション性教えろって。キャラというか、うん、自分のそのちょっとダラッとした感じというか、うん、そのシャキッとはしてないんで、うんうん、まあね、脱力のそのキャラクターと、うん、そのちょっと武将ヒゲ生えてる感じが、うん、合ってるかなという。あ、じゃあお笑いやる上で、はい、それがあった方が自分、あ、そういうのもありますね、っていうことなのかな、はい、まあそうか、松村もシュッとはしてるし、どこがしてんねん、俺はボテッとしとんねん、私も。いやいや、だいぶ優しい、お前のことシュッとしてるって言ってる先輩、喜んで、おかん今言わへん、俺のことシュッとしてる、おかんでも言わない、おかんでも言わへん、俺のことあんたシュッとしてるねとは言ったことないです。何言ってるんですか。そうか、じゃあこれもファンの方にもらったの。そうですね、全部上半身は、マジでそうですね、でもさ、さっき言った通りさ、はい、
その小沢くんが好きでしょと言ったらそのファンの方っていうのはね、はい、でその人にやっぱり今よりもかっこよくなってもらいたいっていう気持ちがこもったものだから、はい、だからかっこよくなろうっていう気持ちを止めてはほしくないよね。ああそうだね、うん、確かに答えてあげないとそれは。で僕どうすべきですか。いやだから俺らと一緒に買いに行くんだよ服を。ああそうそう、まだお前がどんどん宣伝していくの。俺らは別に偉そうにこれだよこれだよとかじゃなくて、これってこういうバックボーンがあってこういうかっこよさがあるんだよっていうのはできるから。ちょっとハラスメント入ってますけど。あハラスメント入ってる。じゃあお前なんで羊ネ入り側に立つんだよ。カナメストーンが追いやられたら急に羊ネ入り側に立ち上がる。今まで上髭のファッション性とか急に寄り添うじゃないですか。違うよ、俺優しさで今言ったんだぜ。保健所のままちゃんと思いました。優しさこれはちゃうの。これはちゃうの。もう一個もう一個もう一個優しさ優しさもう一個もう一個優しさの例えもう一個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 保健所のなんか、なんか夜回り先生みたいなその優しさ。違う、これ難しい。2個目は2個目は違うって言われたら違うって言うので膝から崩れそうじゃない。本当はこれ屋敷もらったの。これ屋敷さん、屋敷さん俺のファンじゃないですよ。屋敷からもらった。屋敷がおそらくのファンで入ってほしかったよ。お前にいないですよ。屋敷さんに自分とお揃いのを履いてほしいから。屋敷にそう、いや、もらったんじゃない。ピチ、ピチズボン。なんでやつあるでしょ、ピチズボンって。で、さっきの、そのファンにもらったっていうのも屋敷と一緒なの。ああ、共通。で、屋敷はなんて言ってたか、なんかね、はい、まあ大体こういうの履いてるやろ、うん、みたいな。そう、うん、大体みんなこういうの履いてる。間違いではない気がしますね。うんうん、まあまあね。大ミスっこいではいないというか、うん。なるほどね。ここあれ、これ軍物じゃん。え、すごい、え、やったじゃん、疲れてるよ、うん、見てね、今日の軍物好きなの、ミリタリー色、全身ミリタリー色の人。ここまで買うの。マウスシールドもいいよ、マシンガンのポーズ。いい、求められてないから、お前のそのマシンガンのポーズ。もみあげもちょっとモスグリーンに見えますもんね。もうこの辺どう、山口さん。あ、山口さん、あとは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 何に見える。あとは、もみあげ、あと何に、もみあげにここに、だからちょっとあの茶色とか入れたらもうフェイク柄になってますもんね。違う、これは薄いね。2個目は薄いのよ。フェイク柄って、え、迷彩なことフェイク柄って呼んでるの。フェイク柄ですよ。だからそりゃそうですよ。野草の中に紛れようとしてるんやから。フェイクやんか、こんなフェイク柄。これはやめてあげて、この袖、このなんか、テスト期間中みたいな、あの、鉛筆の跡ついたみたい、これだけはやめてあげる。これはせっかくもらったんだから。なんでこんななっちゃったの。首越えてやってる。だとしたら、首もそんな汚くない。首の赤半端ねえだろ。シャレかなぁ。こっち行きましょうよ。じゃあ行くか、じゃあ松村行くか。こっちとか言われてたよ。いや、別にこっちでよろしいよ。こっちって呼ばれる。じゃあちょっと見せてもらおう。はい。でもこれなんかさ、これかわいいじゃん。あったかそうじゃん。これめちゃくちゃいいアウト。僕が唯一ファッションにお金かけるところはアウターなんですよ。おお、あ、そうなんだ。これがね、元ね、4万ぐらいですよ。どこで買ったの。これはナノユニバースっていう。おお、ちゃんとしてるの。で、4万ぐらいするんですけど、うん、それを半額のシーズンに買える、夏場に買うんですよ、僕。あー、それ賢いわ。春夏に、僕いつも冬物とかを買うんですよ。正直、それすごい賢いよ。はい、うん、もう安くなってる。うんうん、それで、これはいいやつ。服好きなんだ。じゃあ服はだから好きです。お金があったら服買う。アウター脱いで見てる。アウター別にだからなんかさ、ええ、これなんか痩せすぎてないんだよ。なぜ痩せすぎてるって、ほらなんか嫌なのが出てきちゃった。何やで嫌。背景とか聞けよ。せっかくいいアウター脱いだら、背景聞けよ。嫌なのが出てきた。何やで嫌なのがって。だってそんなこれさ、あの T シャツに、はい、あの自分でフードつけたんですよ。じゃあ、T シャツに袖とこれ自分でつけたんじゃん。肌着にフード、自分でフードつけたんでしょ。肌着パーカー。新しい、お前先行きすぎだよ。肌着パーカーは誰が肌着パーカーやねこれ。こんなの見たことない。違う、薄手のパーカー。今ここにどこで買ったのこれ。これは薄手って、薄手って
って一番いい言い方だよ、薄手じゃあこれがね、うん、あったかすぎるがゆえに、うん、これに普通のパーカーとかを着ると僕、うん、電車とかで汗かくんですよ、うん、あまあ、ね、でそうなって薄いパーカーを探し求めたところ、うん、このレディースのパーカーに出会ったんですよ、うん、これレディース、レディース、はい、え、レディース、これじゃあ世ではこれ女性が着てるから、女性が着てます、だからこれ結構おしゃれ、あえて、あえてのそういうファッション性なんだ、そうなんですよ、だからこれ見てください、こんな線細いのこんなメンズでないでしょ、なんて書いてある、うん、これは何の、え、なんて読むこれ、なんて読むスリープ、スリープスリープチック、いやだから直訳したら眠そうみたいな意味ですよか、うん、だからこう毛だるいみたいな、いやじゃあ細田君のキャラじゃん、そのさっき言った脱力、うん、お前はさ、ええ、もっと一生寝たくないぐらい一生寝たくないぐらいの気持ちでいてよ、お前はアクティブチックの、アクティブチックやったらアクティブではないんやから、アクティブって書かなかった、それやったら、で靴はさ、靴これ、うん、これいいんですよ、サッカーのスパイク履いてきた、でいやスパイク違いますね、これのポイントだけ取ってきて、これ取り返しになっちゃないこれちゃんと土屋太鳳ちゃんが今やってる哀愁シンデレラっていう映画の中で履いてるスニーカーと同じモデル、土屋太鳳ちゃんが履いてるの、土屋太鳳ちゃんが入ってます、多分そっちはすごくよく見えるんだよ、じゃあ同じやんって同じやつ、俺見たことない、そのシーンは見たことないけど、タオちゃんがあのなんか踏切の前とか立ってる時にちょっとちらっとこれ入ってる、多分来るよ、多分その、ええ、俺らのこのシャレカナ に、ええ、にメールでアシックスから、ええ、あれだけはマジで削除してる、ええ、あいつなんでネガティブキャンペーンなんだ俺のこれがメールってあんま急いでもできれば結構見られちゃうな、ゆっくり消してくれたらいいからじゃないの、でもあれなんだろう、さっきちょっと聞いたらさ、売れてな、お金が入ったらもうバンバン服は買っていく、バンバン服買います、細田君はそうじゃないんでしょ、まああんまり追求はしないんですよ、こっちの態度どうなんですか、その態度、俺は金がないだけだと、はい、俺は金ない、金さえあればおしゃれなもん買える、うん、そうそうそう、なんかすごい薄っぺらいこと言う、いやいやそうでもない、金があったらっていうのが嫌なんだ、細田君的には、僕はなんか態度悪い気がします、服に対しての態度が悪い、まあまあ、お金ないけど、うん、なんか服ちゃんと買ってる人いるじゃないですか、なんかこうね、2人の関係あのね、そういう話すると、すぐ後輩の喧嘩煽るやつがいやだってもう俺のメールで大丈夫ちっちゃい声でそんなでも回してるのも意味ないでしょこれもう今喧嘩させたいだけなんだよこれお前が駆けつけたんだからスタッフさんに確認すんのマジでおかしいだろ何がですか、何あんま服で喧嘩するコンビおらんねんまあまあまあでもほんまにおしゃれはしたいんで、うん、だからゆくゆくはさお二人と一緒に買い物とかも行きたい、いや行こうよそれはマジで行こう、服買いたいです、服好きっていう人が、はい、好きだから俺は、ああ俺らは、まあ、だからなんなら細田君も、はい、そっちこっちの僕も服好きです、うん、お金できたんで、はい、一緒に買いに行きましょうって言ってくれたら嬉しいよこっちだって、そう怖いんですよね服の、うん、世界が広すぎて、いや、うん、違う、もう無理なんじゃない、全部死んなくていいのよ、自分が好きなものだけ知っていけばいいだけだから、ヒゲに合うファッションでいいんじゃない、ああいいやじゃあじゃあ、あれだピタピタのシャツだシルクのピタピタのシャツで第2ボタンまで上げてマッチョになんなきゃマッチョになんなきゃ、マッチョになんなきゃ、いいやいいや、マジで行こう、それは行こう、うん、いい、そういう、はい、そういうことで松村は痩せてる人の、痩せてるからファッション、いや、太ってるから太ってるファッションしたいの、俺は太ってるから太ってるファッションしたいの、じゃあ、じゃあ、うん、着物とかになっちゃうよ、ね、なんでそんなそんな着物って女性の人だった人よ着物ってある程度かっこいい方が似合う、南春男とかのスタイルですよ、その太ったちょきちょきめちゃめちゃキャラつけることになるけど着物って漫才キャラのなんか小太りがあいつ邪魔だ関西弁やしなんでようわからん、いろいろやらなあかんわということで、はい、あの機会があったら声かけてね、はい、もしこういうの買いたいんですけど、うん、ね、うん、嬉しいから声かけてください、お願いします、はい、じゃあその時まで、はい、またさよなら締めなきゃ